Xbox、Xbox ゲームスタジオ、Xbox ゲームスタジオは、ワシントン州レドモンドに拠点を置くアメリカのコンピュータゲームパブリッシャーであり、マイクロソフトの一部門。同スタジオはマイクロソフト Windows 用ゲームの開発と販売のために、社内組織、ゲームグループから分離して2000年3月に設立された。その後、Xbox プラットフォーム、 Windows モバイルなどのモバイルプラットフォーム、及びウェブベースのポータル向けのゲームや、その他のインタラクティブエンターテインメントを提供するなど、事業を拡大してきた。スタジオの成長とともに、他のいくつかのスタジオを買収したり、所有権を放棄したりしてきており、2021年3月9日、現在23のスタジオの親組織となっている。マイクロソフトゲームスタジオのロゴゲーム専門部門が、 設立される前から、マイクロソフトは自社にゲームズグループがあり、デベロッパーと作品の買収を行っていた。同社は1999年にメクオーリアゲームシリーズを開発するフォッシー、インタラクティブを買収し、同年にゴルフゲームのリンクスシリーズを開発するアクセスソフトウェアとマイクロソフトフライトシミュレーターゲームを手掛けたエーセスゲームスタジオを買収している。 ゲームズグループはアンサンブルスタジオやデジタルアンビルとの長期的なパブリッシング契約も締結していた。マイクロソフト参加でホッシーインタラクティブはホッシースタジオに解消されアクセスソフトウェアはソルトレークゲームズスタジオになった。2000年3月頃、マイクロソフトはゲームグループをマイクロソフトゲームズという完全な別部門に移行し、 マイクロソフト内の他のゲーム関連プロジェクトを統合した。これは初代 XBOX の発表と並行して行われ、マイクロソフトゲームズが XBOX とマイクロソフト Windows の両方の作品のデベロッパーおよびパブリッシャーの役割を担うことになった。マイクロソフトのエンターテインメント部門で役職を担ったロビーバックが上級副社長に任命され、 旧ゲームグループのメンバーで同グループによるいくつかの買収に貢献したエドフライズが新部門の副社長に任命された。シェーン・キムは同部門のゼネラルマネージャーを務めた。2001年にこの部門はマイクロソフトゲームスタジオに解消された。フォッシスタジオとソルトレイクゲームズスタジオはマイクロソフトゲームズスタジオに残った。デジタル、アンビルとアンサンブルスタジオは それぞれ2000年と2001年にマイクロソフトに買収された。部門設立後の2000年6月には、Halo コンバットエボルブを開発中だったバンジーを買収し、この買収によりパソコンでの販売が計画されていた Halo は、マイクロソフトのパブリッシング作品となり、2001年の Xbox 発売時にローンチタイトルとして発売された。2001年には、レースゲーム、 フォルザシリーズ開発を行うターン10スタジオが設立された。2002年9月、マイクロソフトゲームズスタジオは、ニンテンドープラットフォーム向けに幅広く開発を行っていたレアを買収した。2003年、マイクロソフトは、EA スポーツレーベルが、Xbox 向けスポーツゲームを開発する上で、はるかに強力な立場にあることを認識し、再編の一環として、 スポーツゲームを自社開発していたマイクロソフトゲームスタジオ内の約78人の従業員をレイオフし2004年にはソルトレイクゲームスタジオをテイク2インタラクティブに売却した。ピーター・ムーアは2003年に XBOX コンソールや MGS の XBOX と PC 向けゲームなどを含むホームエンターテイメント部門の副社長に任命されバックの直属となった。 エレクトロニックアーツのような大手パブリッシャーを XBOX プラットフォームに引き込むことに加えてムーアは MGS パブリッシングのサポートを受けて日本の開発者に声をかけて日本での XBOX 普及に努めファントムダストとブリンクス・ザ・タイムスイーパーなどのゲームが発売された2004年頃 MGS はマイクロソフトのウェブゲームポータル MSN ゲームズ MSN メッセンジャーのチャットクライアント上、Xbox Live プラットフォーム向けのカジュアルゲームを開発する社内スタジオ、カボネーティッドゲームズを設立した。キムとフライズは、Xbox プラットフォーム初の大規模 RPG となるフェイブルについて、MGS が同作の販売契約を開発元のライオンヘッドスタジオと締結するために尽力した。その後、2006年に、 MGS は XBOX360 向けフェイブル続編を確保しようとフェイブルの子孫と共にライオンヘッドスタジオを買収した。MGS はデジタルアンビルが2003年に開発したブルートホースから2年後の2005年にデジタルアンビルのスタッフをより大きなスタジオに統合し2006年に同スタジオを完全に閉鎖した。フォッシスタジオは2007年5月に 同スタジオ最終作、シャドーランが発売されてから3ヶ月半後に閉鎖された。2007年、MGS は、ゼネラルマネージャーのフィル・スペンサーが率いる欧州オフィスを、イギリスのレディングに開設することを発表した。ムーアは、サンフランシスコのベイエリアに家族と戻り、エレクトロニックアーツに、再び入社するために2007年7月に、マイクロソフトを去った。ムーアの後任として、 ドンマトリックが MGS を含む XBOX& g a m e s ビジネスの新副社長に任命された。2007年後半、バンジーは MGS から独立して株式非公開企業となり、MGS がヘイローの権利を保持することになった。バンジーは MGS のためにヘイロー3、ODST とヘイロー、リーチの2つのヘイローゲームの開発を続けた。同時に、 MGS はバンジー抜きで今後のヘイロー作品を開発するために社内スタジオ343インダストリーズを設立した。2008年 MGS はカーボネーティッドゲームズを解散し XBOX ライブアーケード向けの高品質デジタルコンテンツを開発する社内スタジオ XBOX ライブプロダクションズの設立を発表した。マイクロソフトは 2000年代後半の金融危機の影響でパソコンの販売が鈍化したため2009年1月に全部門で最大5000人のレイオフを発表した。MGS 内では2009年初頭にヘイローウォーズが完成した後アンサンブルスタジオを解散することをすでに計画していたが新たなレイオフにより MSG は Aces ゲームスタジオも解散することになった。 マイクロソフトは2009年5月にバンクーバーを拠点とするビッグパークを買収し、同スタジオを使って Xbox 360用キネクトセンサー向けの最初のゲームのいくつかを開発した。2009年後半、引退したシェーン・キムの公認として、フィル・スペンサーが MGS のコーポレートバイスプレジデントに昇進した。2010年、MGS は、 Windows 4オンデバイス向けのゲーム及びエンターテインメントマルチメディアの開発に特化したモバイルゲームスタジオ MGS モバイルゲーミングを設立した。また参家のレアがバーミンガムのディグベス地区に新スタジオをオープンした。マイクロソフトスタジオのロゴサードパーティのスタジオが開発し2012年にマイクロソフトスタジオが販売した XBOX ライブアーケードゲーム。 ザ・スプラッターズ2011年6月のエレクトロニックエンターテイメントエキスポ2011までにマイクロソフトゲームスタジオはひっそりとマイクロソフトスタジオに改名された。その後2011年にマイクロソフトスタジオはツイステッドピクセルゲームズを買収した。2011年12月上旬にはマイクロソフトスタジオは最新のソフトウェア配信プラットフォームを使用して 同スタジオの過去の Windows 向けカジュアルゲームを刷新する部門、Microsoft カジュアルゲームズを立ち上げた。2012年、元ソニーワールドワイドスタジオの責任者であるフィル・ハリソンが Microsoft ヨーロッパ及びエブの責任者として Microsoft に入社した。Microsoft スタジオは、テンタクルズとマックスザマ m ックマーカーのデベロッパー、プレスプレイを買収した。彼らはまた、 イギリスのロンドンに新しい開発スタジオを発表した。2012年後半、マイクロソフトは、キネクトファミリータイトルのプロジェクトコロンビアがキャンセルされたため、マイクロソフトゲームスタジオバンクーバーを縮小し、ポートフォリオの評価により、フリーツープレイ作品のマイクロソフトフライトの継続的な開発が中止されたと発表した。縮小されたバンクーバースタジオは、 ブラックタスクスタジオに解消され、ヘイローと同様のフランチャイズ構築タイトルの制作が任務となっている。2013年、マイクロソフトはタブレット、モバイル、テレビ向けのクラウドベースのゲームを開発する欧州スタジオ、リフトロンドンを設立し、2014年にはデベロッパープラットフォームエバンジャリズム部門内に新しいディープテックチームを立ち上げた。この新チームは、 社外のトップクラスの開発者と協力して、マイクロソフトプラットフォームを基盤とする次世代アプリケーションの構築を任務とする。マイクロソフトの次世代ゲーム機、x b o x One の開発の多くを監督していた、ドンマトリックが発売前の2013年7月に退社し、ジンガの CEO に就任した。マトリックの後任には、マイクロソフトの組織再編成で誕生した。 Xbox ハードウェア部門と Microsoft ジオの両方を監督する新組織デバイセズスタジオエンジニアリンググループのリーダーに任命されたジュリー・ラーソン・グリーンがついた2014年初頭には Microsoft ジオはゲームステートオブディケイのパブリッシング契約を開発元のアンデッドラブスと結びエピックゲームズからギアズオブウォーシリーズの権利を取得し ビッグヒュージーゲームズのライズ・オブ・ネーションフランチャイズの IP を取得した。マイクロソフトスタジオはギアズ・オブ・オーをブラック・タスク・スタジオに割り当てた。2014年から2017年までマイクロソフトゲーム・スタジオのコーポレート・バイス・プレジデントを務めたフィル・スペンサー約6ヶ月間マイクロソフトスタジオの責任者を務めていたジェイソン・ホルトマンが2014年2月に退職し、 フィル・スペンサーが公認についた。2014年7月、XBOX エンターテイメントスタジオが数ヶ月のうちに閉鎖されることが発表され、10月29日までに閉鎖が完了した。マイクロソフトスタジオによる最も重要な買収の一つが2014年後半のマインクラフトのデベロッパー、モーライン買収である。マイクロソフトは スタジオ買収に25億ドルを投じ、買収契約は11月に完了し、スタジオの主要な創業者であるマルクス・ペルソン、ジェイコブ・ポーザー、カール・モネは、モージャンを退社した。買収の結果、ペルソンの個人純資産は約13億ドルになった。マイクロソフトスタジオは、ライバルのゲーム機プレイステーションを含む複数のプラットフォームで、マインクラフトを利用できるようにすることを約束した。 2020年にスタジオのコーポレートバイスプレジデントのマット・ブーティは、モージャンの買収は後の買収のテンプレートとして機能したと述べており、モージャンはマイクロソフト社への統合が限定されたアンプラグドスタジオとして運営され、モージャンの通常の日常業務の中断を最小限に抑え、スタジオの自由を妨げなかった。2015年3月4日、マイクロソフトは さらなるゲーム開発のために、イギリスを拠点とする、スタジオリフトロンドンと双方プロダクションズの統合を発表した。統合スタジオは、リフトロンドンの名前で引き続き運営される。3月7日、マイクロソフトは、ゲームデベロッパーズコンファレンスで、ホロレンズのゲームが、x b o x One に登場すると発表した。3月9日、マイクロソフトは、駆動津野田の役割が拡大し、 プレスプレイ、リフトロンドン、新たな社内スタジオ、デサイシブゲームズなどのスタジオの新スタジオチームリーダーになることを発表した。デサイシブゲームズは以前、x b o x One と PC 向けの愛されるストラテジーゲームの仕事のための採用を行っていると、求人情報に記載していたが、ファーストパーティースタジオとしてのチームの存在を公に認めたのは、今回が初となる。 2015年9月、参家のツイステッドピクセルが独立し、再び独立系スタジオに移行すると発表した。工藤角田は、ホロレンズやマイクロソフトエッジの開発、及び音声やジェスチャーなどの人間の対話手段を改善できる、その他のプロジェクトのために、2015年11月に XBOX 部門を去った。マイクロソフトスタジオでの角田の指導的役割は、 アンノレモッキーとシャノン・ローフティスが担う。2016年3月にマイクロソフトは、2つの主要プロジェクトの開発をキャンセルし、その後数ヶ月で、両スタジオを閉鎖した。同じ頃、マイクロソフトスタジオのウェブサイトが更新され、ビッグパーク、グッドサイエンススタジオ、ディープエクスペリエンスパイオニアーズ、ファンクションスタジオ、ステート・オブ・ザ・アートなどのスタジオが閉鎖されたことが、 示され、マイクロソフトスタジオは過去数年間でそれらすべてが他のマイクロソフトスタジオチームに統合されたことを明らかにした。2017年9月、スペンサーは上級幹部チームの一員に昇格し、ゲーミング担当エグゼクティブバイスプレジデントの肩書きを得た。2018年1月、マットビューティがマインクラフトゲーム事業のリーダーから、 マイクロソフトスタジオのコーポレートバイスプレジデントに昇格した E32018 期間中の2018年6月10日にマイクロソフトは忍者セオリープレイグラウンドゲームズアンデッドラブスコンパルションゲームズの買収を発表したほかカリフォルニア州サンタモニカに元クリスタルダイナミックススタジオヘッドのダレルギャラガーが率いる新スタジオ イニシアティブの解説も明らかにしたマイクロソフトスタジオは11月にオブシディアンエンターテイメント及びインザイルエンターテイメントの買収も発表した2019年2月5日マイクロソフトは XBOX が当初の内容から発展しプレイする場所や誰とプレイするかに関わらない全てのデバイスを通じたゲームブランドになったことを受けて Xbox ゲームスタジオへと改名された。E32019 では、Xbox ゲームスタジオは、ダブルファインの買収を発表し、シャノン・ローフティスが率いる、エイジ・オブ・エンパイア専門の新たな社内スタジオを設立したことで、スタジオの総数は15になった。後に、ワールズ・エッジと名付けられた、この新スタジオは、ゲームを直接開発することはなく、 クリエイティブディレクターのアダム・イス・グリーンによれば、シリーズが正しい方向に開発されていることを保証するためにレディックエンターテイメント、ホーゴットン・エンパイアーズ、タンタロスメディアなどの外部スタジオの取り組みを監督するという。ブーティは伝統的にマルチプラットフォームゲームをサポートしてきたオブシディアン、ニンジャ・セオリー、ダブル・ファインなどのスタジオでは、彼らの将来の製品を XBOX および、 Windows コンピューター用のマイクロソフト独占コンテンツとして扱うのが理にかなっているのか、それとも複数のプラットフォームで販売できるようにするのが理にかなっているのか判断すると述べた。その決定はネットワーク効果に基づいて行われ、マインクラフトの場合のようにこれらのゲームを他のプラットフォームでも展開することでフランチャイズのサポートが向上し、それゆえにマイクロソフトが フランチャイズにリソースを捧げるのに役立つかどうかで決まる。Xbox ゲームスタジオは、同スタジオが開発したコンテンツ、または以前に Xbox および w i n d o w s 専売だったコンテンツの一部を Nintendo のゲーム機向けに販売しており、レアのキャラクターのバンジョーとカズウイの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルへの参加を許可している。ただし、この部門は、これらのリリースは一般に、 他のプラットフォームへの既存のコミットメントであり、スタジオがそれを尊重することを認めているが、それ以外の場合は、我々の独占的なファーストパーティーゲームを、他のコンソールに、さらに拡張する計画はないと述べている。2019年の終わり近くに、現在 Xbox ゲームスタジオの下にある、合計15のスタジオで、ブーティーは扱うゲームが、これまでになく増えており、近い将来に、 追加のスタジオを買収する予定はないとし、Xbox ゲームスタジオ内の焦点を、買収と成長から実行と配信のフェーズに移して、きたと述べた。さらにマイクロソフトが、Xbox シリーズ X、シリーズ S を含む、第4世代の Xbox のプロモーションを開始した、時、ブーティは新世代機の発売から1から2年に、Xbox ゲームスタジオが開発した作品は、 新世代機専用ではなく x b o x ONE と新世代機の両方に対応し、一部のゲームは新世代機のラインナップでプレイするとパフォーマンスが向上すると述べた。ブーティは最近買収した多数のスタジオ継続的な外部パートナーシップ XBOX ゲームパスプログラムにより、スタジオは多数のプレイヤーを引き付けるように設計された。 ポートフォリオ内の幅広い製品をサポートできると述べた。さらに、2020年11月の XBOX ブランドの将来に関するインタビューで、フィル・スペンサーはこれまでサービスが十分でなかった RPG の生産にさらに重点を置くつもりであると述べた。2020年9月21日、マイクロソフトとゼニマックスメディアは、マイクロソフトが ゼニマックスとその系列スタジオを75億ドル以上の現金で買収する計画を発表した。米国と欧州の規制当局の承認プロセスを経て、2021年3月9日に買収を完了した。Xbox ゲームスタジオのコンピュータゲーム一覧。ありがとうございます。